はい、皆さんこんにちは、バンチャンです。いかがお過ごしようか。皆さんの笑顔が私の幸せというわけでね、バンチャンネルの日常を皆さんと一緒に共有するチャンネルです。ぜひ参加お楽しみください。今日はですね、ちょっとドライブしながらの対面自撮りなんですけど、先日ですね、これ動画でも紹介してるんですけど、大阪からですね、滋賀県の栗東までドライブしまして、でそこからですね、とある自然公園にですね遊びに行った話をしたと思うんですけど、その時の動画でですね、ちょっと面白い現象がございましたので、上位共有したいと思います。それはですね、バンチャンネル、このバンチャンネルね、登録者1000人で年間4000時間というねハードルをクリアして、あとはしっかりと、なんですか、佐川さんが出てきました、すみません、ちょっと行かせてもらいます。そうで、それで収益化してるんですよね。どういうことかというと、動画から収益、お金をいただいているということなんですけど、その収益化でですね、そのドライブ動画撮ってるときに面白いことがございまして、というのもですね、その時家族が車内にいまして、助手席に子供がいてね、で音楽を聴いてたんですよね。でその音楽はどうもですね、YouTube の著作権のポリシーに引っかかってたみたいで、その音楽の入ってるドライブ動画ね、一回アップロードしたらですね、収益不可になったんですよね。要するにこの動画でお金は、稼げませんよっていうことになりまして、で再度ですね、その、収益不可になった時ね、ここの場所の音楽が引っかかってますよっていうのをちゃんとね、 YouTube 最近表示してくれるようになったんで、その部分をですねに再度YouTube オーディオライブラリーって言って、 YouTube 上で使う分には収益化できるよっていうね、音源があるんですけど、その YouTube オーディオライブラリーをその問題の箇所のね、部分に重ねまして、編集ソフトで再編集して、でそれを再アップロードしたら無事収益化できるようになったんですけど、面白いのはですね、ここからなんですよね。実はその同じ時にですね、滋賀県の方から、その自然公園の方から大阪まで帰ってくる時も、僕実は車載動画撮ってたんですけど、その時にですね、同じようにして、車の中でですね、とある映画のね、アニメ映画の DVD が流れてて、音楽もセリフもバッチリ入ってたんですけど、それがですね、なぜか、YouTube のですね収益化ポリシーに反しないんでしょうかね、何かわからないですけど、その流れてる動画はですね、きっかり収益化できました。でその動画というか、アニメ映画っていうのがね、ピーターパンっていう、皆さん大好きピーターパンなんですけど、どうなんでしょうかね。ちなみに著作権に引っかかったのはグリーンの奇跡っていう音楽です。紅白歌合戦にも出るね、非常にもう日本を代表するアーティストの一人というか、アーティストの集団の一つなんですけど、そのグリーンの奇跡は、ダメでした。 UMG っていうね、その代行会社みたいなのがあるんかな、そこからの、申告じゃないんですけど、ね、あれ面白いですね。アップロード直後にもう収益化ダメになるんですよね。だからもうある一定のなんかアルゴリズムでも YouTube が勝手にパワー、マシンが決めてる感じですよね、あれはね。なんでその奇跡はダメだったのに、そのアニメ映画はいけたんですよ。でそのアニメ映画は何かっていうと、ピーターパンです。あ、今言いましたっけ、言いましたか、すいません、ちょっとボケてました。はい、でピーターパンは、収益化できました。だからそこら辺がよく分かんないんですよね。ピーターパンができて、その奇跡がダメっていう理由がちょっとよく分からなかったですし、だからもしかしたら、なんか著作権って確かあれですよね、50年経ったらなくなるんかな、ちょっと詳しいことは分からないですけど、なんかそんなんありましたよね、その消滅期間みたいなのが多分あったと思うんで、もしかしたらピーターパンっていう、もう映画自体がその消滅期間を過ぎてしまっているのかなっていうようなね、ことも思いましたんで、だから必ずしもその著作物が動画の中で音声とか映像が流れてるからといって、それが必ずしもその収益化負荷につながるっていうわけではないのかなというような感じもいたしましたが、少なくともね、今現在そのお金を儲けれるような音楽とかは、ほぼ間違いなく、いけるかな、はい、あ、ごめんなさい、今ちょっと警備員さんにも言えば、はい、それで、というわけで、だから、そんな話がございまして、ちょっと皆さんと共有しておいた方がいいかなと思って、はい、お話しさせていただきました。少なくとも他人の著作物はできるだけ YouTube の動画には、載せない方が無難かなと、それが
自分を守ることにもなりますし、その他人を守ることにもなるというようなねお話でございました。この動画皆さんの YouTube 活動の何かの一助になれば幸いです。動画面白かったな、ためになったなという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。バンチャンネルがお送りしました。それでは皆さん良い一日を、そして良い YouTube 収益化ライフを、安全運転でお願いします。バイナラ。